皆さん、こんにちは。IT ビジネスアナリストの深田萌恵です。今回は、自民党半導体議連、AAA らしいけど、どうなのということについてお送りしたいと思います。その前に、いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録そして通知設定、ベルマークチンって押してくださいね。はい。これ何かというとですね、自民党からついに、えー、あまり税上会長を筆頭とする、 半導体戦略推進議員連盟が、えー、結成されて、21日に初会合が開かれたということが報道されています。で、これについてですね、あんまり情報がないから、私はあの、あまり語らないようにしてたんですけれども、まあ多くの人から、あの、これどう思いますかっていうことが、えー、ちょっと問い合わせがあったので、ちょっと話していきたいかなと思います。 で、まだ出来上がったばかりで、ほとんど情報がないんですよね。何したいのかなーっていうことを、情報を待っていたんですけれども、初会合で日米対連携というふうに、えー、報道が出ているところから見るとですね、 えー、tsmc に血税注ぎ最先端技術をプレゼントして解放軍ミサイルとし,として帰ってくる路線はそのまんま進んでるんじゃないのかなっていうね。そんな感じがするんですよ。で、ここで書かれていることは、提言で書かれていることは国内企業の国際競争,競争力強化や 米国、そして友好国とのサプライチェーン構築を、経済安全保障戦略を、えー、支える考えなんだという、えー、ことなんですけれど、友、え、好、ー、国ってもしかして、えー、オフィシャルにはあの自民、自民党政権というか日本政府がオフィシャルには、 国と認めていない場所まで友好国として入ってるんじゃないのかなっていう、そんな気はしました。で、ここで、まあ、ちょっといろいろね、あのー、私は疑問に思っていることもあるんですけれども、あのー、まあ、もっと、そもそも <laughs>、経済安全保障戦略を考えるのであれば、なぜ、 えー、パナソニックの半導体子会社 TPSCO を売っちゃったのかなっていうね、ことがあるんですよね。その TPS っていうのは、えー、軍事用のレーダーチップを焼いている、まあ、米軍自衛隊にとって非常に重要な戦略物資工場だったんですが、まあ、それを、まあ、解放軍フロント企業に売っちゃってるんですよ。 で、その話をですね、まあ私はあの、野党に陳情しても意味がないと思ったので、その自民党の方にね、自民党の国会議員にかなり陳情して回ったんですけれど、完全にスルーされてるんですよね。で、まあ長尾議員にも話をしたし、青山議員にも陳情もしたし、山田博議員の陳情をしたし、えー、それであの、 なんだろう、その、まあ、長尾議員がですね、まあ、他の方に、えー、お答えした回答によると、その、パナソニック半導体を売却するのを、えー、その、自分には何の権力もないし、えー、経産省と政府が勝手に決めたことだから僕は関係ありません、的な回答をされていたそうで、で、じゃあさ、っていう話なんですよね。うん。 経産省と政府が勝手に決めたから、あの、軍事工場は中国のフロントに渡ってもいいという考えだと、あの、国会議員って何のためにいるんですかみたいなね。<laughs> っていうか、政府って国会議員じゃないのみたいな。政府って、え、議員じゃないんだ。じゃあ誰なんだろうみたいなね。 うーん私は政治素人なので、その辺よくわかんないなと思って、ちょっとね、えー、悩みました。で、まあ、長尾議員は、その、自民党半導体議連ができました。あまり税調会長、麻生さん、安倍さんで、かりしら文字合わせて、なんと AAA ですごいですね、っておっしゃってたんですけど、え <laughs> それだけコメントと思ってですね、えー。ちょっとなんか寂しいなと思いました。もうちょっと、 と、あの、経済安全保障戦略のことで、半導体って非常に重要なポジションにあるので、えー、もう少し突っ込んだコメントが欲しかったかなと思います。で、私、ここで一つ、あの、疑問に思ったのが,がですね、この半導体議連の写真を見ていたら、まあ、以前に私が、えっ、ー、と、 まあ、アメリカの議員からその質問があったので、日米首脳会談後に、日本のその半導体戦略、TSMC に対する考えに何か変化はありましたかということを、まあ、ある議員にちょっと伺ったことがあるんですが、 まあその方は半導体のこと全然知らないので、知らないし、その半導体に関すること情報降りてこないので、私は何も知りませんという回答を得たんですが、その人が半導体議連の中にいるんだけどなんでかなと思って、え、知らないのに半導体議連半導体議連から情報がもらえないのに半導体議連に入ってるのと、ちょっといろいね、不思議に思いました。で、まあ、そもそもね、 日米対で連携する戦略ですっていうことがまたここで強調されていてあの安倍さん麻生さんがいるんだから台湾が中国とつながってても別にいいんでしょみたいなそういうのはちょっと私は良くないんじゃないのかなと思いますであの 半導体戦略は今後国家の命運をかける戦いになるっていうことをあまりさんは言ってるんですけど、それをその半導体不足の原因作っている会社 TSMC 誘致して、えー、解決ができるのかそれともこれ以上物事がこじれるのかっていうことをね、もう少し冷静に考えてほしいかなと思いました。でね、えー、っと、 むしろ、この、日本の国際競争力を強化するためっていうことを挙げていて、かつ、あの産業の,あの強化を図るというふうに言っている割には、あの、フォーカスされているのが、AI と 5G という、この分野なんですよね。で、この、 いやそうじゃなくって、確かに AI5G 大事なんだけれども、あの、日本のその 5G 基地局ってどちらかというと、まあ、NTT、まあサムソンとサムソンの基地局を選んだわけなんですよね。で、今一番半導体不足で困っているのって自動車産業なんですよ。で、自動車のことを完全に無視して、 半導体を頑張りますって、かなり偏った視点で考えられているなと思いました。あの、日本国民のその、労働市場のことを考えるとですね、どちらかというと、その自動車にも力を入れないといけない、その自動車のチップ不足っていうところも、 あの、すごく問題になっていて、世界中でこう問題になってるわけですよ。だから、アメリカから、ヨーロッパから、深田萌さんなんで、えー、日本ってこんなことになっちゃってるのっていうふうにですね、政府関係者から、なぜ私に聞くんですかみたいな連絡が来て、結構びっくりするんですけれど、 あの、自動車のチップ不足を解消して、今、世界各国で止まっている自動車工場が稼働できるようにするということも考えないといけないんじゃないのかなというふうに、えー、私は思いましたと。えー、この、半導体サプライチェーンの日米対連携が重要だと。 そして、えー、日米首脳会談があったので、半導体を含む機微なサプライチェーンの日米連携も重要だというふうに言ってる割には、アメリカとどこの部分でどのように組んでいくら出すのかとかね、その辺の具体的な案がないんですよね。で、それがやっぱりその、 米韓首脳会談との違いで、韓国側はサムスンに半導体の最先端工場を作らせます。LGSK に、あの、車載用のリチウムバッテリー作らせます。とか、はっきりと何を、どこの会社に何を作らせるのか、ということをはっきり言ってるんですよね。だから日本だって、どこで何の、どの会社に何の、あの、連携をさせるの というところがが全くく中身がなくてです、ねえー、まあ一応美辞麗句は並んでるんだけれども中身があんまり見えてこない、えー、その報道だなというふうに私は捉えてます。でこの半導体議連が基地と出るのか京と出るのかどっちなんですかっていうふうに今の時点ではな,なかなかその 判断がつかないというか、まあ、どちらかというと、えっ、ー、と、台湾推し路線でこのまま行ってやろうっていう、こう、雰囲気が流れてるんですが、最終的にあの、セロンを見て、こう、ちょっとひよったり、ふにゃふにゃするんだろうなと思ってるんですよ。で、今、アメリカもですね、ちょっとその、日本に対して、中国より、台湾よりすぎねっていうね、風に見ているので、えー、富士通なんかはですね、 スパコンの富岳のチップを TSMC で焼いてきたんですけど、インテルに切り替えろっていうことを、まあ、アメリカがシンクタンク経由で提唱し始めてるんですよね。そういう、あの、圧力っていうのを見てると、こう、アメリカ側からの圧力と国内の世論、世論次第で、こう、また多分2点3点していく可能性があると思います。 だから、あの、今回、私がその、半導体 ?TSMC 誘致反対っていうことで、まあ、いろんな方が、確かにそうだねと。なんで、日本の血税を注ぎ、ね、日本人の最先端技術を外心注ぐんだ。日本の半導体企業を応援するべきだよねっていうふうに、思った人すごく多いんですよね。そうすると、 あ、やっぱりお金は出さないから、あの、関係ありません。もう、不のもえの話は嘘ですよ、みたいな国会議員が出てきたり、ね、自分で誘致するって言っときながら、あ、不可のもえの話は嘘ですよ、とか言ってる人が出てきたりですね、なんか、台湾プロジェクトチームで誘致しますって言ってたのに、いや、自分知りません。半導体のこと全然、あの、詳しくないんで、っていきなり逃げ出す人が出てきたりですね、国会議員が出てきたりですね、あの、なんだかこの、 半導体関係は、まあ、利権が渦巻いているので、えー、かなり、風向きが、今の利権の風向きはなかなか変わらないかなというふうに見ています。だからといって、えー、この半導体のね、えー、利権を台湾に渡すなと。何のために、国会議員は、ね、 政治力持ってるんだ。国民のためじゃなくて外国人のためなのかってなるわけですよね。で、まあ私の今回の半導体議連の、えー、中身ちょっと見てですね、心配なのが、あの、500.com の i r サンバガラスっているじゃないですか。あれが、まあ3人とも細田派なんですよね。で、大臣クラスなんですけど、 その、細田派が結構多い。そして、IR 利権と言われてるけども、金の出どころは、半導体ファンドで、半導体利権なんですよね。なので、今後、あのー、その半導体ファンド、中国のファンドって言われてるんですけど、中にいる人、石膏財閥系なんですよ。それが一番嫌なことで、その石膏財閥の TSMC を誘致してお金と技術プレゼントしましょうっていう話が、 出ていてですね、その前にその石膏裁判系から議員にお金が流れていて、みん、その国会議員が、いやいや、深田思いの話は嘘ですから、あの、気にしないでください。もう、もう TSMC めっちゃいい会社ですから、そんな解放軍と繋がっててもいいんですよ。トロイの木馬かもしれないけど気をつけてやります、みたいな説明を国会議員がやってる時点で、かなり、我が国やばいんじゃないのかなというふうには思っています。で、皆さん、あの、 ね、麻生さん、甘利さん、安倍さんと、皆さんが好きな政治家が出てきていますが、えー、油断してはいけないと思います。あの、好きな政治家だからと言ってもですね、まあ私もあの、嫌いじゃないですよ。でも、あの、増税とか、習近平国賓招待とか、ね、していた人たちなので、なので、 あの、いつどこで、まあ、国民の期待を裏切るかわからない。そういうことを考えると、別にその人自身が嫌いじゃないんだけれども、政策はちゃんとやってくれ。政策は国民のための政策を行ってほしい。 外資にお金を出すんじゃなくて、日本の企業にお金を出し、外資に利権ね、日本の技術を渡す、日本の技術を流出させる、合法的に流出させるから、安全保障上はいいんだなんて、そういう国民を騙すようなことはやめてもらいたいと私は思っています。えー、まだまだ半導体利権油断できません。皆さんの言葉で。 皆さんの口で <laughs>、皆さんが一人一人、えー、経産省、または最寄りの議員に陳情してください。陳情請願は憲法で与えられた国民の権利です。胸を張って、国会議員の皆さん、経産省の皆さん、売国をやめてくださいと言っていいと思います。 ということで、今日もありがとうございました。じゃあねー。